待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。行くぞ、イタリア。世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。強い。俺は俺のやりたいようにやる。パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君ボールを奪った。ダイレクトでパス。そろったぜ。素早く横にかわす。ボールを奪った。そこでフランチェスコ君、これはパスを出した。チャンスが決まった。ジドー君、なんという破壊力だ。まさに走るダンプカーだ。ジドー君ゴールを狙う。ヘルナンデス君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。全日本ここは戻りながらディフェンス。ジドー君ここで止めた。翼君得意のヒールリフトで抜いた。かわして振り切った。チャンスが決まった。よし、そんなボールがタッチを割りました。全日本ここでスローインを得ました。かわして振り切った。翼君どうだ。激しいタックル。シャーとぶつかっていった。ドリブルでボールを運ぶ。横を振り抜けた。フェデリック君ここは抜かせません。鮮やかなジャンプ。それマサオ君ここで止めた。勇ましい突破だ。翼君ここからジャンプを作れるか。余裕。ここで激突。両者譲らずボールは真上で空高くで火花を散らす。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。翼くんボールを奪った。岬くんここからジャンプを作れるか。横にかわして突破。ツインシュート。翼くん息の合った連携から2人でシュートに持っていった。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキックどこまで運べるか。おっと攻守交代だ。フランチェスコボールを奪うことが出ません。みんなここは守りきるぞ。カテナチオの構えに入りました。ミサは守備固めに入る。これがイタリアの戦術。カテナチオだ。シェルドインスライディング。ここはパスを出した。やったぜ。はあ、岬君タックルを決めた。横をすり抜けた。浅野君タックルを決めた。どうだ。チャンスが決まった。岬君パスを出します。激しいタックル。浅野君パスを回す。ジャンプ一番かわした。体ごとぶつかっていった。ジュンさんまさに走るダンプカーだ。浅野君ここは抜かせません。チャージが決まった。ジドー君ここはパスを出した。スライディングで止めた。いけ。それなるほど。ぶつかっていった。いけ。チャージが決まった。それマサオ君激しいタックル。スライディングで止めた。松山君このパスをカットします。相馬君パスを出します。翼君こぼれ球をキープ。敵陣へ攻め込みます。これは華麗に回転をかけたシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。あ、弾きます。
こぼれ球をものにした。さあカウンターだ。チャージが決まった。さあここは僕だ。僕が決めるんだ。全身全霊のシュート。ヘルナンデス君、ボールはまだ生きている。激しいタックル、かばして振り切った。ここから打ってきた。いいぞ全日本ジュニアユース。優勝候補イタリア相手によく戦ってると。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうたい。世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ、その意気だ。サッカーは実力が全て。他人に認めさせるには力を見せるしかない。俺もハンブルクではその気持ちで頑張ったもんさ。みんな、ナイスファイトだ。ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ。後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな、気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。あのヘルナンデスってキーパー、評判になるだけのことはあるぜ。あいつから点を取るにはやはりあれを使うしかない。それに俺も世界で勝負していくためにあのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。翼さん、後半の戦い方なんですけど。何だい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは自陣を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か、全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。でもそれは本当に一か八かの作戦だ。試合の流れを見極める戦術群がないと失敗してカウンターの餌食になる。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。別に負けてるわけじゃねえんだ。問題ねえだろ。そんなわけあるか。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。俺たちがどれだけ大変だと思ってるんだ。だからどうした。大体俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺がチームを勝たせてやるって言ってんだ。脳なしは黙ってみてろ。ルチアーノ、二人ともやめないか。味方同士でいがみ合ってどうする。おお、
さすが名門クラブチームの優等生さんだな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、なんてことを。タルデリ、ここは任せろ。ジノ。ルチアーノ、今君は俺がチームを勝たせてやる、と言ったな。言ったさ。それがどうした。確かに点を取るというところは俺たちは君に甘えている。だがその取った点を守っているのは誰だ。サッカーは一人では勝てない。チーム全員が攻めて守って初めて勝てるんだ。だからどうしたってんだよ。別に、それが分かっているか確認しただけさ。ルチアーノだけじゃない、みんなもだ。なぜルチアーノにパスを出さない。なぜルチアーノがもっと点を取りやすいように協力しない。もし彼が気に入らないからといってそんなことをしているのならば、君たちもルチアーノと変わらない。俺は勝ちたい。だから喜んでルチアーノにパスを送る。みんなも後半は勝つために何が最善かを考えてプレイしてほしい。いいな。おルチアーノ、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君は、チームが勝つために何が必要でどんなプレーが一番いいのか、それが分かっているはずだ。信じているよ、ルチアーノ。